南かな先輩こっちこっちです結構混んできましたねでも一緒に花火を見ることができて本当にうれしいです先輩よかったら来年もこの場所で一緒に見ませんかはいよ ねえねえ何の話してんのマジ好きな人の話超面白そうじゃんであんたは誰のことが好きなのうふふんあ,あんたってうちのこと好きなんだじょじさ好きなとこ行ってみて ありがとうあ,あ,あ,あ何が「お兄ちゃんが代わりに掃除するよ」ですか服は脱げ散らかしたままだしゴミ箱はゴミで溢れれ返っているしこれを片付けるのは一体誰なんですかねほんと憂鬱 小説貸しててくれてありがとうございますこの本とても面白くてつい深夜まで読みふけっちゃって先輩どうかしましたか <laughs> そんな暗い顔をしてるなんて先輩らしくないです困っていることがあったら私にも相談してくださいその何て言うか